はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。さあ本日なんですが、皆さんはこの残骸爆破とかいうヤバすぎるカードをご存知でしょうか。自分の墓地のカードが30万以上の場合に、相手ラグに3000ポイントもの大ダメージを与えるっていうカードなんですけれども、これ先日ですね、私これ対戦相手の方がこれ使われまして、多分動画になってると思うので、見たことの ある方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、その方のデッキをですね、ちょリスペクト、パクリというか、まあ、リスペクトさせていただきましてですね、デッキを組んできました。これね、当たった時衝撃で、めちゃくちゃ強かったんで、これどういう動きをするかっていうとですね、皆さんは史上最強のモンスター、テテスというモンスターご存知でしょうか。更新テテスね。これ自分がねドローした時に天使族をドローしたら、なんかそのカードを相手になんか見せつけると、なんかまたドローできるっていうカードなんですよ。だから天使族をドローし続けることによって、まあ、デッキの中のカードをめっちゃ引けるっていう、まあ、そういうコンボになってるんですけども、このテテスをですね使ってですね、めちゃくちゃドローしまして、でドローをしまくってたカード、デッキのカードを全部引き切って、そのカードを全部捨てます。そうすると墓地にカードが30枚以上溜まりますんで、その後にこの残骸爆破を3枚セットして、まあ、相手のドローフェーズにね、この3枚発動するっていう、でそういうクソデッキと、なっております。まあ実質先行ワンキルです。まあ先行ワンキルとかも実質先行ワンキルですね。はい。まあどういう風にやっていくかっていう話なんですけども、今まではですね、この代行者ビーナスにアクセスできるハンドじゃないと結構難しかったんですが、ちょっとぶっ壊れモンスターがね、マスターデュエルにも実装されまして、このマスタークリアヒュペリオンっていうモンスターですね。これ代行者のカードコピーできますんで、マスタークリアヒュペリオンを出せさえすれば、代行者ビーナスの効果コピーしてなんか弾製造できるんですよ。そうすると3体弾出せるってことは、まあリンクが結構つながるってことで、スカルデッドを出せて、でスカルデッドが出るっていうことは手札からテテスを展開できて、であとはこの魔法カードとかをね使って、リセマラ手札をリセマラをしていけば、デッキを全部引き入れるという、もうそういう三段になっております。非常によくできたデッキだと思いますんで、早速ねクソゲーをお見合いしていきましょう。デュエルスタンバイ。ハンドはいいです。ハンドはいいんですけど、これ手札誘発ありますかね。とりあえずデクレアラーディバイナー召喚するんですけど、なんかありますか。とりあえずなんもない。なるほど。おっと、2に決まるか。取り扱いヒラルキアを墓地送っていく。そして取り扱いヒラルキアの効果発動、転移速モンスターをリリースし、自身を墓地より特殊召喚できる。お、なんもなそうだぞ。あとは2秒だ。取り扱いヒラルキアの間違えた、ディバイナーがリリースされた場合の効果、グーテンを特殊召喚、そしてレベル9のヒラルキアにレベル1の豚をチューニング、心境召喚ぶっ壊れモンスター。うおー、かっけえ。マスタークリアヒュペリオン、まあ、かっこいいモンスターかと思いきや、こっから起きる展開はクソだけどな、あまりにも。そしてマスタークリアヒュペリオンは、代行者ビーナスの効果をコピーし、なんと代行者ビーナスの効果をコピーしたことによって弾を製造することができるようになった。最強、俺は創造の代行者ビーナス、よろしく。そして、金玉を3枚製造し、そして、名称が異なるモンスターで、まずはリンク召喚をしていこう。リンクスパイル、リンクスパイル、あっ、イムデック。そして名称の異なるモンスター4体をリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、ストーフアクセス現れろ、サルージャースカルデット、リンク召喚。サルージャースカルデットの、4体素材リンク召喚成功時効果発動、カードを4枚ドロー。うわー、最強めちゃくちゃドローする。そしてカードを3枚ほど戻させてもらうぜ。そして、サルージャースカルデッドの効果を発動、サルージャースカルデッドの効果によってテティスを特殊召喚、打点が上がる、ドドミ。そして無の煉獄を発動、無の煉獄の効果によってカードを1枚ドロー。転移速モンスターのためテティスの効果発動、テティスの効果は転移速モンスターをドローした場合、ドローしたカードを相手に見せつけることによってカードをめっちゃドローし、そしてまた転移速だった場合、また再びドローして
さあ残骸爆破を1枚セットさせてもらうぜ。そして内出の小槌を発動。あとはこの、トラップカードが3枚手札に来るまで、頑張ってドローをするだけの簡単なお仕事。さあ来い残骸爆破。うわー、よしもう1枚来た。いいぞいいぞ。ちなみにもう1枚トラップカードを引いたら俺の勝ちだ。何、一応1枚セット、一応うちのコーチを発動するぜ。コーチの効果によって転速モンスターをデッキに戻し、デッキからこれ全部魔法カードでも一応リロードあるんでいきますね。すべてのカードが魔法カードでもいける。来い残骸爆破。来ないか。鉄の効果発動。鉄の効果によって転速モンスターを相手に見せつけてカードをドロー。よし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 。うぜーって思ってるだろうな相手これ。さあ、鉄の効果によってカードをめっちゃドローしていく。いいぞいいぞ。ちなみに主攻も一応あるんでね、一応モンスター効果一応止めれるんですけど、ここで発動したらね、こんなところでモンスター効果発動するやついませんけどね。さあ、テティスの効果で、ヴィーナスをめっちゃドローして、おい、いいだろう。とりあえずリロードを一発発動するしかないようだな。うわー、さあ、トラップが赤いカード、赤いカード、赤いカード。あ、来た来たー来たー、最強だったー。あとはもうほんと、残骸爆破を、セットして、ひたすらドローすればいいだけなので、一旦スキップ。とりあえずこの、ヒペリオンモンスターって出してみますか。墓地行っちゃうんで、どうせね。はい。どうせ墓地行っちゃうんで、一応、まあ、マジェスティはね、墓地から蘇って一応来れるんですけど、あんま関係ないですけどね、っていうか、これ出したところで、もう次のターンに勝つから関係ないけども、もういいかも、これ出す必要もねえか。これで、特に何もありません。ターンを終了します。あ、バロネス出すの忘れた。まあいいや。さあ、ドローフェイス残骸爆破を発動。自分のうちのカードが30倍以上の場合、相手のライフに3000ポイントのダメージを与えるカードを相手のドローフェイスで3枚発動していく。ゆく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 残機の用意はできてるか。うおーす、実質先行9000パーンおー、天才だなこのデッキやっぱり。あー、悪くないですね。テティス来てますし、悪くない。デクレアディバイナーから入れた方が、まあ、安定はするんでね。これが一番強いといったところ、デクレアディバイナーの効果発動。デクレアディバイナーの効果によって、トリアスヒエラルキアを墓地に送らせてもらうぜ。そして、トリアスヒエラルキアは、墓地から自身を特殊召喚する効果を持っている。デクレアディバイナーをリリースし、自身を特殊召喚。そして、デクレラディバイナーの効果発動。このカードはリリースされた場合、デッキからレベル1のブーテンちゃんを特殊召喚できるよ、ブヒブヒ。そしてレベル9のトリアスヒエラルキアにレベル1のブーテンをブーニング、ブー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 、シンクロ召喚現れよ。マスターフレアヒペリオン、イケメン、かっこいい。召喚ムービーあるの最高だよね。こういうクソレッキに召喚ムービーあるモンスターを使えるのいいですよねそして、ね、創造の代行者ヴィーナスの効果をコピーしたマスターフレアヒュペリオンの効果。このモンスターの効果により金の玉を3個ほど製造していくぞ。ぽい。そしてもう一枚製造。手札が出てくるの弱いですけどね、これね、まあしょうがないですね。一応、4枚ドローあるんで、4枚ドローからのリロードあるんで、まあ結構いける気がしますけどね。はい、なかなか確率は高いはずだ。そして、イムドゥークを特殊召喚していく。これはまあ名称が異なるモンスターを4体にしないと、あのスカルゼットっていうね、最強モンスター出せないんで。そして俺は名称が異なるモンスター4体をリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、風をつかめ、スキル発動、ストームアクセス。スキル発動でストームアクセスしてスカルゼット出してくる言う先やだね。さあ、スカルゼットの効果。ガルデットはリンク召喚に成功した場合4枚カードをドローし3枚デッキで戻す効果を持っている。いいぞ、よし、流れがいい。今ならいい。これちょっと魔法カード1回戻しますか。あ、まあ戻しない、残しますか。これでリロードと打ち上げコーチを残しておいて、そしてスカルデットの効果発動。スカルデットの効果により、3体以上リンク素材にした場合手札からモンスターを特殊召喚できる。現れろ、テティス。そして俺は手札よりマジックカード
内での小槌を発動。このカードの効果によりカードを1枚デッキに戻し、うわー転移速を引いていけ、うわーやばい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 、ちょ転移速転移速ざっけんな。あー悪くないね、悪くないですね。デックレアルディバイナー、これテテス揃ってるんでいけますね。これね、これ実質でも2枚ショートだから結構意外と揃うんだよね。テクダだけは、まあ、誘発飛んできてやばいことが起きる可能性はあるんですけども、あちなみにこれとりあえずヒエラルキーは今テクダにあるんで、なんかあれですね、なんかエフェクトメーラーとか武剣法要って言われても一応回避できましたよね。そしてあ、増字はまあまあいいか、増字はまあいいや、増字はちょっと貫通するわ何回特殊化するんだ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10回特殊化するんで、10枚の、ドローの中にちょっとやばいカード引かないでほしいなっていうのはあるね通りそうにねえけどな。マスターフレアヒュペリオンの効果発動。マスターフレアヒュペリオンの効果によって代行者を墓地に送って代行者のカード名をコピーしていく。そして創造の代行者ビーナスとなったマスターフレアヒュペリオンの効果によって、金玉をめっちゃ製造していく。よーしいいぞ、なんもねえのか。まあもう引けてなかったらおしまいだぞ、もう引けてなかったらおしまいだぞ。おい、あ、嘘だぁ嘘だぁ嘘だぁ嘘、ドローランドロックバードはぶっ刺さっていくいや、ドローできないのめっちゃきついんですよね、このデッキ。もしか、あー終わった臭えないやこれ終わった臭えな。一応セットします。いやこれ何すればいいの、僕何もできることないけども、いやこれを食ったところでなんだよな。ちょあーはい、エンドするしかありません。ドローできないの致命的なんですこのデッキ。ドロー&ロックバード刺さりすぎだろこのデッキ。いやーどうもすいませんでした。